ご覧いただきありがとうございます。今回は奈良市小殿町の一戸建て賃貸にお邪魔しております。まず玄関ですね。広い玄関には手すりがついておりまして、シューズボックスがあらかじめ準備されております。で、一段上がったところに、こちらまずはお手洗いですね。洋式の便座がございます。窓もねついてますね。タイル張りのね、お掃除もしやすそうな状態です。そしてですね、こちらがキッチンスペースになっておりまして、広い大きな流し台ですね。こちらかなりお料理がしやすそうな、ワイドな作りとなっております。コンロはねこの辺りに置けますね。で、冷蔵庫が置けるスペースと、というふうには大きな換気扇、窓がございます。床はね非常におしゃれな、色合いになってますね。そしてお顔が確認できますモニターホンもついております。で、キッチンのこのドアを入りますと、洗面台ですね。シャンプードレッサーになっております。そして奥に室内の洗濯機置き場、窓がございまして、給湯のリモコンですね。そしてこちらが浴室ですね。もうね、大量張りの涼しげなお風呂となっておりまして、浴槽はステンレスのねタイプですね。で、窓がついております。で、1階は奥に和室がございまして、6畳の和室、そして壁一面にですね押し入れ収納がございます。で、1階のね大きな窓、このすぐ前が、駐車場スペースがありますので、と、ね、この辺りは割と風通しも良さそうですね。で、収納もちょっとね中も開けて見たいと思います。で、上までですねしっかりこう天袋もありますので、まあ、押し入れのね、収納力っていうのも、注目のポイントですね。お広い戸建てですので、どんどんですねちょっと次に参りたいと思います。ここはですね、まあ、中2階のような形ですね。この下に駐車スペースが、ございます。ここは洋室ですね。で、そしてこの窓を開けますとバルコニーと、とても、まあ、静かな住宅地となっております。そしてですね、もう一つ少しこう1、2、3、4、5段ほどの階段を上りまして、奥にですね畳のお部屋が、2間ございます。このね色合いもちょっと鮮やかな、壁のカラーがですね特徴的ですね。で、ここにもね大きな押し入れ収納がございますので、しっかりねご家族、多いとね荷物もちょっとこう増えてきますので、こういったところもですねちょっと注目していただいてご検討いただければと思います。いかがでしょうか。今もですね、この間も静かな、印象のある、こちらの環境、近くには小学校もございます。ぜひご検討ください。奈良のおもてなし奈良心賃貸のマスキではネット予約サービスなど様々なサービスを実施しております。皆様の家探し全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。